え、これでどうやすって録音ね。するんやろ。タ今、ピタピグ？ューリに多分今、出てない？はい。スカイプのところに。なんかスカイプのあれ来ましたね。はい。録音どうしのてもこういいの。ですか？的な。はい。はい。まあ、拒否されたらできないですかね、これ。おー、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。ちょっと待って。僕、来てないですね。あ、マジっすか？はい。プーチンさん来まとは。した？え、何ですか？あ、わかんないっす。スカイプの方になんか、録音されたくないときは、ちょっと、打たれてるんですけど。悪代官さんはちょっと容赦ないですいや、けど。いろんなゲーム音がないとダメでしょ、やっぱり。僕はそのなんか来ましたね。あれあ、で。来ました？はい。何通話を録音しますっていうのが。だ？はい。録ス音カをイプ望でますない場か？合は通ス話をカイプで終了す。するかっていう。はい。い僕特に何も変わってないですけど、あ、パソコン、ソラさはい。ん、パソコンは来ると思います。PC ですよね。でだも、からじゃないですか。ガ僕、スさスマホじゃないですか。ん。ああ。ガスだからじさゃんないパですソかコンね。ですよね。僕もパソコンですね。来てないですか？ですかね。なんはぶらで？れてるんですけど。いや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 、そんなつもりないんですよ。アニャさん、そういう人ですか？そハブる人ですか？うか、ハブる人っそういうとこあるからな。いやいやいや。あ、ちょっとね、変態紳士はね、いや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 。ガチ紳士ぶるところがあるから。落とし入れすぎちゃいます、ちょっと。こういうのいいじゃないですか。何をですか？ 動画上げましょうよ、こういうのも。だから、数名でやってる動画って結構面白いですね。ほら、燃やされた。会話があって。こうね、ガチの試合じゃないっていうのに、こう、ウディオ君はすぐガチるから。わ、ハネスかっこいい、今なの。かっこいいでしょ？はい。上から落ちてナイフ。そう、かっジこャいい。ンピングナイフ次、それお願いします。次の動画で、それお願いします。え、できないっす。お気な楽する。ガチさん、引っはい。かからんコーチになるんじゃないですか。いや、大丈夫ですよ。今、教頭先生見てるんで。いや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 。何見ちゃってもう最初のオープニングでめっちゃ癒されてるんで、BGM が良すぎて。いや、それしか音楽なかったですよ。なんか3つぐらいサンプルミュージックみたいなのあるじゃないですか、最初から。ありますね、ありそのうちの1個です。よしよし。わあ、誰か借款買った人いるわ。マジっすか？え？いや、俺買ってないっすよ、マジで。え？何や？自分か、まさか。まさか。まさかとは思う。自分ですか？最近プーチンさんね、ウディオ君でやるときあれなんですよ。隠密さん使うんですよ、この人。ああ、確かに使ってましたね。えぐいんですよ。ガチ勢やっじゃぱないですか。ねー。マークってでかいんですよね。そう、ヒューザさんの受け売りじゃないですか。いや、でも思い出したんですよ。鷹の目強すぎません？あれ。鷹の目強すぎます。強い。本当。一人いだるから、と。猟銃使うときめっちゃ使うんですよね。こっちがマークして有利な状況で相手を撃ち抜くっていう、そういう、やらしい考えなんですけど。まあ、そう言ってるうちに、プージさんどこにいるか全くわからなくなりますけどね。そう言ってる間に僕は見つけてますけど。マジっすか？ああ、危な。100回や。嘘や嘘や。オッケー。5度目も借款で。2、1で借款だと。容赦ないですね。まあ、でもね、悪代官なんでね。そうそうそう、成敗せんと。あとはさす成が敗しとかんと。それは間違いないです。なんかこれ、般若さんが無双してるんですけど、2階のボックスのところで、そかっこよすぎるじゃないですか。でもあれ、超党の良さ出てますよね。ちょっとダメージ入ったらもう一発ダウンすもんね、そうで敵を。最初、ミニショーで1回ちょっとダメージ与えれてるんですよね。あそうそこ。あれ、爆弾きっかけでしょ、確か。はい。ね。で、それを回復しに行った仲間2人が、
後ろに行ってたんで、あ、ラッキーと思って。で、ミニショでちょっとチクチクした後に、長藤先生の出番ですよね。多分あの上いますよ、ハニヤさん。どっち?2階に。あ。あ、いました、いました。これ、プーニャン、鷹の目とかつけてるんですか?皆さんガチだ。スモークスウェイ、レッツスモークアウト。一でもどうにか勝とうという。He's got a rifle。 あ、上上上、ハンニャさん上。はい。まあ焦りはありますよね。なんか次動画上げないといけないみたいな。いや、それはすごい出てくるんですよね。ハニさん、下。次。はい。何?バレてるだって。ノックバック。超出せる何?超刀やで。わしゃ超刀や。とどめさすって。いやー、今のは難しいな。いや、まあ、まず2-1っすからね。強いわ。空花さんの動画もやっぱついてるじゃないですか。この方言実況いいですね。私も九州なんで聞きやすかったです。ああ、ハムちゃんさんとメガネくんですよね。二人とも九州人なんで。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。で、ハニヤさん。ああ。ミリスナだと。いますよ、それはそこも。Hold on. I can patch you up. あ、いいですね。燃やされるっていうね。さあ。楽しいわ。悪代かいやー、二人燃やすって楽しいなさすがです、悪代官様。しかも負けてるっていう。そうです、負けてますからね、僕ら。いやいや、僕は正面きっと戦ってないだけなんで。いや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 。もう無防備なところで武士を作るという無茶。いや、僕はそれを勝つに捨てていけないですね。でもちょっとガチな話しますと、はい、やっぱあの昔のなんか最初の方の動画、はい、見るといいですよね。確かに。なんか本当ゲーム楽しみながら動画撮ってます。ああ。そこなんですよ。僕でも最初の頃の動画ってほとんど喋ってないんですよね。そうでしたっけ。はい、音声も汚いですし、パソコン内蔵マイクとか使ってやってたんで。ああ、ハニヤさんもそうでしたね。はい、僕最初のやつ、僕のボイチ入ってないですし。僕だからほんと手探りで最初やってたんで、そこからいろいろ調べながら、まあ、とりあえずまず上げてみようっていうところからですね、僕は本当に。そういう意味で。でも社会人の方で、はい。動画上げるってやっぱすごくないですか?いや、やっぱリアルも忙しいでしょうし。ポジだ、どうしたんですか?爆弾置いて誘爆しました。なるほど。そらの火炎瓶ですね。後ろからの回避。でも僕も多分前の仕事やったら多分上げれてないですね。ああ。多分今プーチンさんの立場的な部分に、まあ、近いというか立場ではないですけど、仕事柄は一緒だったんでほとんど。そうですね。はい。もう全然時間なかったんで自分の。そうだと思いますよ。その時はむしろもうこういう
実況とかそういう YouTube すらもほとんど見てなかったんで。で、ラスアスを買う前に僕、トゥームレーダーを最初買って、で、多分そこで100円さんが多分トゥームレーダー。ああ、やってましたね。はい。まあ僕もまた実況やろうかなと思ってるんですけど。で、その後に、あれもマルチあるんですけど、トゥームレーダー。で、それ、そうなんですよ。それの感じにちょっと似てるじゃないですか、ラスアスって。ですね。で、まあラスアスも面白いんかなと思って。で、あれちょうど、いつやったかな ?6 月でしたっけあれ。ラスアス出たのって。そうですね、6月ぐらいぐらいですよね。はい。そこでシナリオはやってたんですけど、僕同じ手で、マルチやったら結構難しいんかなと思ってたんですけど、その時に、はい、多分、ガチさんと出会った。えぐいわ。ああ。で、あ、マルチ面白いんやっていうのが分かって、で最初ずっと動画見てるだけやったんですけど、はい。アジさん外側の通路のとこにいますよ。はい。そっからあの動画上げるの面白いなって風になってきまして、超党やぞわしは。あっ、超党やぞ。悔しいな。それよく聞くわ。わしは超党やぞ。わしはバーストライフルやぞから始まってるんですよ。ああ。言ってましたね、僕、そういう、そんなこと。懐かしいな。これ、プーチンさんが実況始めたらやばいですね。そうなんですよ。危険ですわ。もうライバルですよ。これ無理やろ。無理ゲーすぎる。僕ね、はい、あの野良用の装備じゃないんですよね。味方補助装備とかいうそういうしょうもないのがいっぱいついてるんで。まあ9でしたしね今。そうそうそう。きついなこれ。でもやっぱりそのガチさんの動画本当にこれあかんやろ。ソラーナさん爆弾3つ置きしてるじゃん。誘爆させようじゅうさん。いや、誘い込みます。いや、もうバレましたわ。あえて引っかかるのも面白いんですか。そうですよね。ソラハナさん、あの動きがサザエさんのエンディングみたいになってますけど大丈夫ですか。何それ。サザエさんのエンディングってどんなんでしたか。それがイメージできないですか。多分ね、見たら分かるんですけどね。あのサザエさんが笛吹いてみんなこう誘導してるやつあるじゃないですか。あ、若干あの鳥鶏みたいななんかあの動きになるじゃないですか。あのあんな感じの動きしました。でもガチさんついなんかこんなゲーム実況してみようかなとかってあるんですか。ジャンル的にとか、あとはまあ教えていただけるんであればタイトルとかでもいいんですけど、まあ無理やったらジャンル的な。全然いいんですけど、僕は PC ゲームがいいんですよね。ハニシハニシ、はい、カイミをどうぞ。あ、どうも。なんでギフト渡してるんですか。PC ゲームもそうですよね。そうですね。でもあのやっぱりあの、はい、言ってたんですけど、はい、あの強みは何なのって言われた時に、はい、聞かれた時に言えるものを作っとかないといけないなって思ったんですよね。ああ。僕はちょっとわからないんですよね、自分では。皆さんにはラッサスとか言われますけど、はい、僕の中では FPS で押していきたかったんで、あれ解体された。そうですよね。飛び降りない。そこをやっぱり一番期待されてる方が多いからっていうのもあると思うんですけど。